2024年3月16日に、全国各地の鉄道会社で、ダイヤ改正が行われるの。もちろん、私たちが普段から利用している。この JR 西日本でも、ダイヤ改正が行われるわよ。今回の改正の最大のメインは、やっぱり北陸新幹線の延伸開業ね。だから、いつもお世話になってる阪和線などには、去年に引き続き、目立った変更とかはそこまでなさそうな感じなのよ。でも、大和路線や、一部特急列車などに、ちょっとした変更があるみたい。この動画では、ダイヤ改正で見れなくなる列車や、その変更点などを、軽くまとめて、ご紹介していこうと思うわ。今回のダイヤ改正で、新たな通勤特急が誕生することになるんだって。どうやら、そうらしいわね。確か、楽々大和って名前だったかしら。そう、それ。朝と夜で、1往復運転されるらしいよ。これでついに奈良県にも、定期特急列車が来るようになるのね。そして、快速うれしいとも、対象列車が増えるらしいよ。意外に、奈良県からは、客席保証の需要があったのね。楽々大和は、快速と所要時間も、停車駅もそこまで変わらないけど、指定料金が思ったより高いらしいから、快速うれしいととどっちを利用するかってところだね。楽々だけど、指定料金だけは、普通の特急並みにお高いのよね。数年前の D 特急料金制度の廃止が痛いものよ。そして、直通快速が、今度は白北公園通りに停車するようになるよ。確か、去年の改正で、JR 淡路に追加で停車するようになったけど、お次は、白北公園通りに停車するようになるのね。意外とあの辺りは、鉄道の需要があるみたいだね。聞いたところによると、朝夕の利用者は、意外と多いらしいわ。まあ、あの辺りが鉄道空白地帯ってのが関係ありそうね。そういえば、最近、京都線とかで走ってた221系が、一気に奈良の方へ転属してきているらしいね。そうね。私もこの間大阪東線に乗った時、なんだこの番号？ってなったわ。2月末から、京都線とかで走る221系も、ついに1往復だけになったって。もしかしたら、このタイミングで221系を増備して、改正あたりで201系を一気に置き換えるつもりなのかもしれないわね。ということは、長らく大和路線で親しまれてきた、緑の201系電車とも、お別れが近いんだね。まあ、2025年までには、すべての車両が運用を離脱する予定らしいし、そろそろ置き換えの時期なのかもしれないわね。今回のダイヤ改正のメインといえば、やっぱり北陸新幹線の延伸開業でしょうか。そうだね。確か、この開業によって、敦賀より北側の JR 線が、私鉄に変わるんだっけ？そうですね。明日からは、ハピライン福井と IR 石川鉄道という会社が運営する、いわゆる第三セクターになります。私鉄に変わることで、今まで少なかった快速列車とかを増やして、より便利になっていくらしいけど、その代わり、特急列車がなくなったりするんだったよね。はい。特急サンダーバードや白鷺は、明日から、敦賀までの運転になるようです。北陸といえば、サンダーバードのイメージだったから、サンダーバードが、北陸に行かなくなっちゃうのは、ちょっと寂しいよね。あと、敦賀駅での乗り換えとかも、ちょっと不便って聞いてるよ。そうらしいですね。特急列車から、新幹線の乗り換えに関しては、時間も短めになってますし、在来線に関しては、接続が非常に悪くなっちゃうみたいです。少し前に、敦賀駅では、8分の乗り換えを想定したはずなのに、実際にやってみたら、それより時間がかかったって、話題になってたよね。そうですね。なぜ、JR 西日本は、実証実験の前に、ダイヤを組んでしまったのでしょう。正直、謎でしかないですね。それじゃあ、在来線はどれくらい接続が悪くなるの？聞いた話によると、日中時間帯、大阪方面からの新快速が、敦賀に到着する2分前に、福井行きが発車しちゃうらしいです。まあ、やっぱり、JR 線じゃなくなるから、乗り換えも、あまり考えられてないのかもね。そうですね。
今回のダイヤ改正で、神戸線や京都線を走る一部の特急や通勤特急の運行形態が大きく変わるみたいです。確か聞いたところによると、運転区間が伸びる列車もあれば、逆に縮む列車もあるらしいわね。そうですね。では、まずは通勤特急の楽々播磨について。この楽々播磨は、今回の改正から、新たに網干や京都まで運転区間が延長されます。楽々播磨って、朝と夜に神戸線で走ってる。黒潮と同じ289系って車両を使った通勤特急のことよね。ついに網干や京都まで運転されるようになるのね。この列車、2019年から運転が継続されてきてるので、思ったより結構需要は高いみたいですね。まあ、座って快適に通勤できるんなら、そりゃ人気にもなるよね。続いて、特急スーパーハクトに関して。スーパーハクトは、この改正から、大半の列車が大阪発着に変わるらしいです。つまり、京都駅のスーパーハクトが大きく減っちゃうってことね。やっぱり、京都まで運転しても、利用者はそこまで多くなかったのかしら。そうかもしれませんね。聞いた話によると、姫路発着になる可能性もあったぐらいらしいです。なるほど。あと、夜の時間帯に、京都線や琵琶湖線を走っている、特急琵琶湖エクスプレスは、改正とともに、楽々琵琶湖に名称が変わるそうですね。JR 西日本さん、ほんと楽々好きね。どうやら、今後、通勤特急のブランドを、この楽々に統一していくらしいですよ。そうなんだ。ということで最後は、私たちがいつもお世話になっている、阪和線のダイヤ変更に関するお話。と言っても、現行ダイヤと、そこまで大きく時刻などは変わらないようね。唯一変わると言ったら、和歌山駅の発車時刻だよな。そう。和歌山駅は、数年前の改正で、綺麗に発車時刻が揃えられたんだけど、この改正から、再び揃っていた発車時刻がバラバラになるの。理由としては、確か乗り継ぎ時間の改善とか言ってたよな。と言っても、ずれるの、1、3分くらいだから。そこまで大きな変化ではないぜ。そうね。逆に言っちゃえば、和歌山の発車時刻の微変動以外に関しては、全く何も変わってないの。見事なまでに何も変わらなかったよな。一応時刻表とかを照らし合わせてみると、一部6両編成で運転する普通列車とかは増えそうな感じがしてるけど、6両での区間快速や快速列車の運転は継続されるみたいよ。区間快速はともかく、6連の快速は混雑が激しいから、この改正で何かしら変わりそうな気がしてたけど、まさかの現状維持なのか。あとは、特急黒潮に関してだけど、283系と287系の運用が一部変わるみたいなの。これにより、283系の1運用は、不定期列車を担当するそうよ。つまり、今後は、283系が2編成走らない時間帯も出てくるってことか。まあ、故障とかも頻発してたし、仕方ないのかもしれないな。今の時点でわかる情報はこれくらいね。でも、時刻表とかを見てて、なんか運用が合わないなとか思うところもあったりするんだよな。そうね。大きな変更はないにしても、細々とした運用変更はあるかもしれないわ。まあ詳しくは、改正当日、阪和線でちょっとチェックしてくるわね。情報がまとまり次第、またこんな感じでご紹介するから。動画の公開を待っててほしいんだぜ。改正後、実は意外なところが変わってたりするかもしれないし。正直、ちょっと楽しみよね。そうだな。以上、ダイヤ改正でなくなる列車や変更点について、軽くだけど、まとめてみたわ。今改正は、北陸新幹線の延伸開業や、特急列車関連の変更がメインとなっており、阪和線などでは、大きなダイヤ変更はないようです。まあ、これ以上のことは、実際に改正されてみないとわからないから、改正後にゆっくりお伝えできればと思うわ。ということで今回の動画はここまで。この動画が良かったら、チャンネル登録や高評価、よろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうね。ありがとうございました。